はい、おはようございます。3年目の25日秋木曜日午前6時ですね。今日も1日頑張りましょう。お金が198万3806になってますね。あと1万6194でね、そんな少しなの今日できますね。そんな感じで今日は25日特に誕生日はないですね。さあ明日の天気予報は曇りです。風が吹きます。沖葉が儲かります。今日の占い情報は不運な一日です。自然と暮らそうはもうすぐ冬がやってきます。そうですね、オッケー。夏おはよう、ペニーおはよう。新しいレシピを試してみよう。お、前のコスタでソルだっけ、あ、チリで双葉ね。ね、あ、美味しかった美味しかった。これずっと言われんのかな、もしかして。ってことで水あげて、今日の入りジウムは6個ですね。素晴らしい。さあそしてケントがチェリーボムをくれた。道具部屋の隅で埃をかぶってる。ケントは何をするつもりなのかな。ちょっと怖いんだけどね、家族をなんつうの危険にさらすつもりなのかね。で25日なんですが、今日取っても植えてもね、取るタイミングがないので、しばらくの間これやっといて、28日にね取っていく的な感じのことをねやっていこうかなと思います。ってことで今日のコーヒー一杯目、ごくりんちょ、あーうめ、トリュフ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 、おはよう卵卵卵、おはよう卵、おはよう卵、おはよう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 、卵卵卵、おはよう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 、あさささあさ、おはよう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 。あー持ち物が結構いっぱいだけども、これだったら大丈夫そうかな。多分チーズ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 からのこれ、マヨネーズ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 、まあ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 、マヨネーズマヨネーズ。うん、今日はこの日で雨の時に限ってやっぱりだ。まあでもこれもね、別に今日取る必要がないのでね、なんで明日ね、ジュニモにねちょっと取ってもらいましょう。ということで今日は緑、今日も入れられそうだね。入れて、緑水、あ、なんかぼっち当選簿。当選ぼっちだこれ。からの今日のコーヒー2杯目ごくりんちょ、あーうん、ふーちゃんの水あげて、なんだかんだもうそろそろご飯も終わりだった気がするけども、あとなんだっけ、あとはロブスターのえ、あと3個で終わる。25、26、27、おお素晴らしい。ロブスターのビスクの横ですね。エスカル、え、作らんかったっけエスカルゴ、あれなんか作った記憶があるか、あ、エス、あ、あれ、知らないレシピがある。うそー、マジでそう来る。エスカルゴの1個手前に何かある。ここが知らないやつだ。あ、え、でもあと3個だよこれ。もういいや、とりあえず作ってみようか。魚のシチュー、ザリガニムール貝玉きびトマト、ザリガニムール貝玉きびトマト、エサエサエサ、先にトマトをゲッチュして、ザリガニムール貝玉きび、オッケー、エサエサホイサッサー、ゴミゴミ、待って、イリジウム鉱石が19個もある。やばい、今までで一番持ってるかもしんないね。イリジウムイリジウムイリジウム、銅鉱石うるさくない。ってことで今日のご飯、テレレテテテテ、ザリガニとムール貝と玉きびとトマトをミキサーに入れてかき混ぜて、まるで海のような匂いがするが味は美味しい、釣りプラス3、魚のシチューですね。これすごいね、魚のシチュー釣りプラス3でそんなに難しくないからね、これ釣りするときに作るのも全然ありそうだね。ってことで今日ワインありますね。ワインオッケー。まだ10時20分だ、今日早いね結構ね。ワイン今日一応見てる、ちょ出てきてないですね。あ、ジャムの方ってどうなってたっけ、ジャムってどの、あ、ジャムこれだからできてないですね。ジャムおはよう、ペニーは私にとってせやな、ハーゲンナッツ。ってことで今日の石切り場、石からの今日のコーヒー、ゴークリンチョプラム。いや、雨の音いいですな、環境音。雨の音は好き、すごくね。外に出るのは嫌だ。サンディ今ナマズが欲しいんです。あ、そうだ、今日木曜日だからナマズじゃなくてサンディのとこにカントカンだった、忘れてた。ナマズな、オッケー、よかった来て、こっち先、先じゃないけどね、思いっきり石切り場行ったけどね。ただ問題はナマズ釣ってたっけ私。ナマズ釣ってない可能性があるけどね。ナマズはここ、ナマズはここ、ナマズここ、あ、ない、ないまず、ないまずかもしんない。ナマズって夏に取れたっけ、ちょっと
もしかしたらワンチャンこれ分かるかもしれない。ナマズ、めったに見かけない情報しかござらん。これはナマズは無視するか。砂漠行って今日不運な日だから戻ってきて、でナマズ釣りをしよう。小川、小川でナマズを釣りましょう。で釣れたらラッキー的な感じで明日また行く的な、もしくは今日の夜行く的なね。はーい、サンディスイートピーだよ。はーい、オッケー。でナマズが欲しいじゃんね。なあ、あなたにな話してもいいかな。秘密にしてくれるよね。え、もしかしてアビゲールの話ですか。あの裏にいる男だけを、何か秘密クラブみたいなやつをやっているの、中に入ったことはないけど毎月人命をダメ。あー、もう入っております。それで、ね、バレーの天気は今どんな感じかしら。話変えてきよった。私もう入り浸ってるで。ってことで今日のカジノ、はい、2400スタートなんで1400までですね。まあ10回ですね、やっていきます。おー、とりあえず1回当たった。おー、2回当たった。まあ、700あたりなので、まあ、マイナスですね。はーい。そうしたら、まあ、速攻帰って、ナマズを釣りましょう。夏にナマズが釣れないんだとしたら、クエストでそんなん来るはずがないから、夏にナマズは釣れるはず。そして、ナマズって確か雨の日に釣れるとかそういう感じだった気がするから、今日はぴったりな時的な、そういう感じだと信じたい私です。よいしょ。からの今日のコーヒー。4杯目、ご臨場。あー、め。アビちゃん、そんなとこで何してんの？話してくれなかった。ナマズじゃない。よしゃんじゃんしゃんしゃんしゃん、あーもにちよっと金鉱石石炭。待って、持ち物がいっぱいなんちゃうんだけど、ナマズ釣るまでの猶予は3匹です。ってことで今日の魚釣り、あ、これナマズだ。あ、リン、あ、でも秋ってどうだっけ。リンクゴッドとかって秋だっけ。ナマズこれぐらい激しい動きをするような気がする。ナマズ、あ、おほ、あ、もうついで釣っとこ。いっぱい、せっかくだからね、あと2匹ぐらい釣ってもいいかもしれない。もう持ち物がいっぱいなんで行きましょう。ってことで本日2度目のカリコ砂漠。1000使っちゃった。しかも持ち物いっぱいだから洞窟にも潜りづらいっていうね。まあ別にお金なんていくらでもあるからね。しかもうまくいい感じに行く夏派む、う、お、おむになったね。オムレツ屋さんに行きますよってことですね、私の夏さんがね。はい、サンディナマズあげる。うん、あーあー、日本語じゃなかった。これでサンディがうまくいけば9まで。サンディマックス。はい、なんかポンポンと上がってたね。サンディマックスだからもう木水、ん、水木に砂漠に行く必要もナッシングになりましたね。あらあら。ただサンディのイベントとかもある可能性がもしかしたらあるかもしれないから、まあ、ちょいちょい見に行く的な感じのことはやってもいいかもしれないね。ってことでよいしょにょろも。まあそうしたら一応せっかく雨降ってるんで、アイテム整理整頓したらナマズやっぱ取り行きますかね。ってことでまずは今日のコーヒー5杯目ご臨場。あー、うめ。まあこんだけ空いてれば大丈夫かな。オッケーオッケー。ウールを入れてと。さあスーパー釣りタイムパート2。これ、これ、この動き、これナマズだ。ナマズー、ナマズー、なあペニー早く帰ってきてねってことかな。じゃあペニーのためにあと2回ぐらいじゃなくて8時になったら帰りましょう。あ、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 光ってる光ってる。あそこそろそろね、オムニジオードがまた取れてもいいんじゃないかな的な。あーロサー、よいしょ。ほっ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 、オムニジオ、はーい、ただいまー。今日釣れたのはアロサ、ナマズ、サケ、タイガートラウト、コクチバス、サケですね。素晴らしい整頓。そしてスイートピーももうね持ってく必要ないのでこの中入れちゃいましょう。ジャムが早くもできて、ジャムだだ早いね。こんな早くできるんだジャム。え、中も変わってないかな。変わってないね、素晴らしい。品質のいいものをジャムにしていきまーしょ、しょ、しょ、しょ。ジャムはいくらで売れるのかな。ちょっと今日たま、今日もう確実に、ほぼ確実に、それじゃあ行きますね、マックスまでね。明日じゃあ機関の杖を買いに行く的な感じでいいのかな。おほほほほ。ってことで今日のから行き、バンズだけマッシュ、赤赤、マッシュマッシュマッシュ、トリュフ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 、布回収、トリュフオイルと古代のフルーツジャムを納品して、これでもう完璧ですね。予想はまあ8万ぐらいいくんじゃないかなみたいな、うん、ちょっと高めに予想しておきましょう。ふーちゃんおはよう、夏じゃなくてペニーお疲れ様、小説読んだ。おお、よかったよかった。ってことで今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。さあ、あ、8万とかちょっと言い過ぎたわ。え、これギリギリまた足りない感じが
がしてきた。なんかカジノに行った、あギリギリ立ってるだ、多分たろろろろ立ってるんで、多分ねこれね。オッケーってことで、また明日も頑張りましょう。はーい、おはようございます。3年目の秋26日金曜日午前6時ですね。お金が200万貯まりました。今日はね金曜日なんでね、まあスプリンクラーも買うんだけども、機関の杖もちょっと買ってこようかなと思います。今日は大の誕生日でもないですね。明日がスピリットイブがありますね。了解了解。明日の天気予報もちろん晴れますね。今日の占い情報は、あー風の1日2連続 OK。 水あげて、夏おはよう、ペニーおはよう、あ行く行く、あ一緒に、あもうちょもう多めに、いつもより多めにちょっとね、うん。ってことで先にじゃあコーヒー飲んじゃいましょう。今日の上品一杯目ごくりんちょう、うんめ。ってことで今日のイジュム2個からの、明日はスプリットイブがありますよ情報ですね。はいはい。そして水をあげて、先にこっち側の蓋開けて、ワインができてるかどうかの確認をした後に、おはようおはようおはよう卵、おはよう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 卵、卵おはよう卵、おはよう卵、おはよう卵、卵卵開けて、トリュフを昨日やり忘れた、あ豚が一人残ってる、一匹卵餌餌卵じゃない、おはよう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 、全部回収しちゃって、ミルク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 、あっけっけっけって、卵卵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 、納品今日ちょっと一回ピエールのとこ行ってね、一回これちょっとね売る的な、直接売って4000ぐらい稼ぐ的な作戦でいきましょう。ってことで今日はこれは10個の日かな、古代11個の日ですね。素晴らしい。でそしたらさらに果物からの今日のコーヒー3杯目ごくりんちょ、あーうめ。そしてこれの収穫やってくれてるから、これも回収したいが、持ち物が結構いっぱいだ。どうしようかな、あーでもあーこれ全部やってからにしよう。明日今日の夜撮りましょう。ってことで今日は緑の、納品じゃない、水あげて、ディープ回収して、あ、やったやったーってなってる。収穫終わった、やったやったーってなった。ふーちゃんおはよう、水あげて、さあ、そしてご飯もそろそろ終わりなんだよね。あと2個、あれあ、これが順番逆だったのか、なんだ、あ、素晴らしい。じゃああと2個ですね。OKOK。ってことで、メープルバー、メープルシロップと砂糖と小麦粉。すごい、全部上がるね。素晴らしいね。ってことで、エサエサホイサッサ。エサ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 。流木流木。イリジウム、銅鉱石。うるさくない。そしたら、メープルシロップをゲッチュしてと。よーし。さあ、ラスト2だからね。もう、ちなみにワインはできてないですね。明日で全ての料理が作り終わる。そして明後日もしかしたらガスからスタードロップが来るかもしれない的な感じ。ということで今日の料理、てれれてれてて、メープルシロップと砂糖と小麦粉をミキサーで混ぜて、上にメープルシロップがかかった甘いドーナツ、メープル、ブワーやった。さらに今日はワインはないですね。さあそしたら金曜日だから下水道に行くわけだが、日記なんもないね。オッケーオッケー。じゃあ今日下水道行くもんで、先に石切り場をやっちゃいましょう。ってことでパムおはよう。毎日同じことを繰り返したね。せやな。牧場主のあなたはそんなことあるかい？いやもうそれが面白いのがスタジオバレーでしょ？ちょっと待って、スタジオバレーが、なんかそのスタジオバレーのゲーム性について否定をしてきた。今日のコーヒー、うまいめ、うめ。ってことで今日の石切り場、石。銅鉱石、石。石？石。もしかしたらパムは私の動画に対して怒ってんのかな。毎日同じこと繰り返してんじゃねえかって。いやだからそれがスタジオバレーだから。アビちゃんおはよう。この季節がもう少し続けばいいのに、秋好きだもんね。風が強くなった時、子供戻ったような気持ちになるの。なるほどね、まだ子供だけをね、アビちゃんはね。ってことでピエちゃん売るよ。ダックマヨネーズ、ボイドマヨネーズ、マヨネーズ、チーズ。よし、1万超えてれば大丈夫だからね。このワインいくらで売れるのかすごい楽しみだけどね。すごい見てみたいけど、こっち見てみようか。それじゃあ、知らん。
思ったより高かった。よいしょよいしょ。あー、せやんな。ちょっとアビちゃんの話聞きたいんだけどな。ヘイリー、おーはよ。すごい量の仕事をしてるのね。せやで、200持ってるからね。今日はこれぐらいにしてあげるわって言った今。ん？チンピラみたいな感じだったね。ジョディ、おはよう。ピエールの店のやつはジョジャマ、ジョジャマータのあのやつさが恋しいわ。ジョジャマータはもう追い出しました、私が。ルイス、おはよう。ガスの秘密のスパゲッティソースを試したかね。製法は秘密だよか、これはそうでもない。それじゃまたの。もう自然にディスっていくスタイル。流れるようにディスっていく。さあ、そして今日はついに、クロマスおはよう。まずはイリジウム製スプリンクラーを買いつつ、機関の杖、黄金の柄が秘められた力によって震えている。空に向けて掲げれば意味のあるままにと、あら、ちょっちょい。2173 だがしかしこれはかなり使えるはず。ってことで今日の繊維、はーい、ってことで終わりました。今日69個ですね。いい感じですね。素晴らしい。ディープがあそこにいるもんで、機関の杖やるのはなんか違う気がするから、とりあえず初めて使う機関の杖はちょっとお預けですね。ってことで、今日のコーヒー、あーぱいめ。まあ、あとはね、ちょっとチートなんだけども、チートというか、まあ、チートモッドなんだけども、馬をね、呼び寄せることができる的な、どこでも呼び寄せる的なコントができる的な、そういった感じのモッドがあるから、それをどういう風に使っていくかで、よね、シェーン、おはよう。今夜は絶対酒場に行くぞ。他にやることないからな。で、恥ずかしいことだから他人に言わない方がいいと思うよ。サム、おはよう。さあ、そして機関の杖が合うと何がいいかというと、あ、取れない。奥の樹脂、奥の樹脂、紫キノコ、松屋に、日課が終わった後にね、機関の杖を使って、ここまで戻ってくることができるもんで、それが結構いいんだよね。なんで、ディープインパクトを左の方に置いたんだけど、家の近くにまた戻して、帰還してからディープに乗る的な、そういう流れが出来上がる的な、そんな感じですね。さあ、そしていつも忘れがち、布をやり忘れてましたね。まだ4時なんだよね。何しようかね。遠くの方に行く予定があるか、あ、くしゃみが出そう。くしゃい、くしゃい、くしゃい。機関の杖せっかく買ったからさ、砂漠やら洞窟やら潜って的な感じのことするのついでに、ディープをここに残しておいて、バス停から行くんだったらディープ残しておいていいもんね。このヌスットの指輪、ヌスットの指輪をつけた状態で真っ黒クロスケを倒すことで石炭が大量に手に入るんじゃねえか的な、そんなことをちょっと考えてきたので、それをちょっとね試してみようかなと思います。なのでヌスットの指輪をね、まあ、スライムチャームリングにつけましょう。これでどうかな。まあ、ヌスットでやった方がいいかもしれないけどね。鉱山に行って45階あたり、おーじゃあ素晴らしいね、いるね。さあ、どれぐらい出るかな。ヌスッとそこ、あーでもそこまでな感じかもしれなくなってきたぞ。今日言うてそこまで運良くなかったっけか。まあでも落ちるは落ちるね、結構。待って、コーヒー消えた。今日のコーヒー、あーパイメ、うんめ。お、ドワーフの巻物が落ちた。この確率も上がってんのかな、やっぱ。100% ぐらいに。えいし、この子たちよ、この子たち。ほら、ほら、8個。8個はすごくない？ちょっと。8個思った以上にすごくてびっくりした。埋め尽くされているところはさ、スライムばっかだから、上に上がってよかったかもしんないね。やかしマンモスかもしれない。で、時間がある程度いって、もう帰ろうってなった時は、もう即ね、機関の杖を使えば OK 的な、5個も手に、待って、本当にこれすごいな。こんな短時間でめちゃくちゃ集まってる気がするんばなんだけど。そして、エメラルド？鉄鉱石。なんか黒いのおる、ここに。初めてかもしんない、黒いの、もしかしたら。ほ。おー、サーマルブーツ。異常気象に備えて設計されている。なるほど。そして、これ取っちゃっていいのかな？取っちゃおう！よいしょー！ツンダラブーツ、なんか似たもので来たぞー。ズラション。コムの翼4個落とすからね、やばいよね。ほい、何個出るかな、これで。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ほい、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 ほい。あ、思ったよりかもしれない。6個か。まあって感じだね。しかもドワーフがまた出た。9時ぐらいまで行っちゃうか？いや、もうこの辺で帰るか。この先、あれあるかな？石炭ある可能性がな、禁止もあらずだから、一応もうちょい行こうか。ない。鉄鉱石からの、初めての、機関の杖使います。よいしょ、よいしょ、左クイックじゃなかった。じゃあ、右クイックじゃなかった。左クイック。おー、これは便利。あら、すごい、これは。この便利さはやばいですね。いいものを手に入れた、完全に。そして石炭21個。素晴らしっす。
スライムチャームリングとヌスットの指輪は常にまあ持ち歩く的な感じにすればいいかな。まあ一個ぐらいアイテム圧迫されても大丈夫でしょう的な感じでね。サーマルブーツ、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 サーマルブーツ。お兄さんおってサーマルブーツ戦隊。ってことで今日の固い切ったイム。からの今日のこれ。おぉ、ひまわり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 、スイートジェム、ジョボ、ジョボ。スイートジェムベリーは確か加工ができないんだよね。だからそのまま売るしかなかった気がする。からの、アミガサマッシュ、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 マッシュ。閉めて、閉めて、閉めて、今日のトリュフ、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 まあ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 、9大点だね。トリュフ、トリュフ、トリュフ、あ、9個。9大点なだけにね。はい、ぬのぬの。ちなみにひまわりをね、オイルメーカーに入れるとオイルができるんだけども、それを作った方がいい、まあそれでオイルを作った方がいいのか、それとも買った方がいいのかっていうのはちょっとよく分かってなかったりとかしますね。どうしようかね。スイートジェムベリー、スイートジェムベリー、トリュフオイルを納品することで今日早くもサクサクとお金がポポポポンと増えるというそういう感じです。素晴らしい。ってことでペニー、今日もお疲れ様、ジャストビンセント。はーい、はい、ってことで寝ましょう。おやすみなさい。おー、すごい、8万。他なんだね、スイートベムベベベリーはね。いや、大量にお金が集まってゴワハハという感じで、ってことでまた明日も頑張りましょう。